ワプティク表現は北アメリカ大陸の北西部に存在する表現。行政区分ではカナダのアルバータ州とブリティッシュ・コロンビア州の両方に属し、ちょうど両州の境界部に位置している。この表現は2つの国立公園の境界部にも一致している。2005年に撮影されたワプティク表現のパノラマ写真、ワプティク表現はカナディアンロッキーに存在する表現であると同時に、 北アメリカ大陸の大陸陸の分水にまたがっててて存在するる表現として知られているこの、ワプティクという名称は、ストニー語で、白いヤギという意味。この表現は、カナディアンロッキーの一部である、ワプティク連山の標高の高い場所を覆っている。なお、約40平方キロメートルの面積を覆っていた時期もあったが、周辺のカナディアンロッキーに存在する表現や氷河と、 同じで、この表現も、縮小傾向にある。以下に、ワプティク表現から流れ出す氷河のリストを列記する。なお、これらの氷河の末端で誘拐した水は、いくつもの川や湖の水源となっている。なお、北アメリカ大陸の大陸分水海にまたがって、存在する表現として、有名なものとしては、同じくカナディアンロッキーに存在するコロンビア表現がある。この他、 ワプティク表現のすぐ北に存在する、ワプタ表現も、やはり大陸分水界にまたがって存在している。ありがとうございます。